皆さんこんにちは。今までの実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はね、いつものスタジオではなくて、2階のですね、セミナールームで、お届けしたいと思いますけども、値下げを簡単にしてはならないと、こういうお話をしたいと思います。まずね、今もうね、どうしても売れなくなると値下げをしたくなるっていう、これね、気持ちは非常にわかるんですけども、収益面でのね、値下げの意味についてちょっと確認をしてみたいと思います。これよく私、昔研修でね、題材にしてたんですけども、1匹1000円ですね、のどくろ、これ全然のどくろに意味がないあるわけじゃないんですけど、のどくろは私は単に好きだっていうだけなんですけども、とても美味しいね、日本海側の深海魚ですけども、こちらの 10% 下げたって、こういう仮定した時に、何匹売らないと同じ利益が出ないでしょうかっていう、こんなことをですね、よくね、簡単な頭の体操で出すことがあります。でそうするとどのぐらいだと思いますかね、実はですね、ちょっと大きくしますね、こちらにあるように2000匹出さなきゃいけないと、売らなきゃいけないということで、500匹も多く売れないと同じだけの利益が出ないんですね。逆にですね、この値上げしたらどうか、1000円ののどくろを1100円に値上げした場合どうなるかということなんですけども、これまたどうなると思いますかね。はいね、これね、すぐ計算すれば分かる話なんですが、なんと1200匹で済んじゃうんですね。300匹少なくても大丈夫と、同じだけの利益出るというんですね。こんなに少なくで済むんだっていう、こういう話なんですけども、実際はですね、財務会計と管理会計がありますね。ちょっと会計的な話になっちゃうんですけども、こちらがね、ビジネスで本当にね、運用していこうと思ったら管理会計って非常にね、大事で、財務会計どちらかというとね、お国の方に税金払うためにね、しっかり決算するために行うことが強いんで、日々の方はこの管理会計の方でね、見ていくということの時に、どのくらいの利益が出るのかなってことね、値付けによって、そんなことは絶えず頭に入れていることが重要だと思います。値下げがね、有効になる時の条件って何だと思いますかね。これはですね、ちょっとこれ失敗例なんですけども、一時期はね、日経のビジネスにもなりました。210円のハンバーガーを100円にしたっていう時ですね。その時むちゃくちゃ売れたんですね。むちゃくちゃ売れて、マックの新しい方法とか特集にもなりました。これ1990年も古い話なんですけどね、なりました。ところがその後ね、低迷してしまうということは、この YouTube でお話した通りなんですけどね、どうしたらね、こういうことが起きるかっていうと、2つの条件が値下げの条件です。1つは固定費が大きい、いわゆるね、店舗だとか人件費だとか、そういう比率が非常に大きい場合はどうなるかっていうと、たくさん売れれば売れるほど固定費の比率が下がります。で、売上がものすごく立てば下がります。そうするとね、値下げによって、大幅にですね、販売量が増える可能性が高いときは一時的にはメリットなんです。ところがね、これ物はね、いつもかも同じようにたくさん売れたとは限りませんから、一時売れたけど、だんだん売れなくなっちゃってるとかね、あるいは、マクドナルドで実際起きたケースですけども、小学校生がもうものすごくね、押し寄せて、それ以外の層の方が、お客さんが減っちゃったということがね、あって、その後ずっとね、長いトンネルに入るというか、マクドナルドが低迷に入るというのは、この値下げのね、失敗例なんですね。じゃあマーケティング上の値下げの意味について考えてみたいと思います。これはですね、例えばね、新商品の販売を企画して最初から値引きしてですね、1500円で売り始めると、これが A です。で、 B のやり方は、最初は2000円で売り出して、途中で夏のキャンペーンって言ってね、500円引いて、そして秋に戻すと、こんなことをやった場合ですね、どちらがいいでしょうという、こういう話なんですね。これもどちらがいいと思いますかね。実はね、これは認知のね、知覚上の問題で、こういう理屈があります。A の方がね、高くなったって感じするんですね。もともと1500円でスタートしてますから、それは2000円になると、これ普通は考えた時にね、高くなったって感じですよ。ところが B の方はですね、お得になったって感じするんですね。お得になったって感じする。で、これはね、プロスペクト効果って言われてるんですけども、最初ですね、ある程度値段の方が安くなると、3割引き、5割引き、安いなって、こういう感じになるんですけど、最初から安いとね、
あ、こんなに高くなったのというね、こういう風になるって言われてます。だからね、まあ結論から言うと、最初は2000円で売り出して、まあなんかのね理由で一時的に下げて売り上げをガーンと取るという上げるということはあると思いますけれども、まあいずれにしてもね、まあそんなにね効果としてはないと思いますね。でちょっと私事なんですが、私実はね文房具オタクで、やたらねペン買うんですよね、昔から。で、これはね IT メディア、私も昔この IT メディアで書いてきたことありますけど、この竹村さんという方が、記事がね、この方も、まあ、文房具好きなんでしょう、たくさんね出てましたけども、実はねこんなことがありました。2万8000円のボールペンがあって、サマーキャンペーン、ちょっとねメーカーは言いませんけど、1万8000円って出たんですよ。私もね慌ててクリックして、1万円安いのかと思って慌てて買いました。でその後ね、自分自身のことを振り返ってみると、どうかっていうと、キャンペーンがあるまで買わなくなったんですよ。特にこういうね日用材じゃない、割とね趣味に近いようなものっていうのは、多少ねボールペンでね100円でもあるものが2万8000円で、それなりのボールペンですよ。そうするとね、また1万円も安くなる、また夏になったら来るんじゃないかとね、買わなくなったんですね。まあ自分自身もそういう心理になりました。ということで、ちょっと値下げのメリットとデメリットについて考えてみたいと思いますけども、メリットはね、正直売れない時に、まあね、売れる流れを作れるというね、こういうメリットです。ただデメリット、まあ他にもあると思いますよね。主だったもの、値引いた時しか商品を購入してくれないと、いったいう状況に陥る可能性があります。まあまさに私はそういう状況になったわけですね。というようなことで、この値引きって本当にね慎重にやらないと、とんでもない話になるなというふうに思います。ということで、今日はまとめをしたいと思います。売れない時にね値引きをしたくなるという気持ちは、まあ、当然ねありますけど、ぐっと我慢した方がいいですね。そして冷静に考えて、むしろね値上げするためにはどうしたらいいかを考えた方が圧倒的にいいと思います。価格競争してはダメです。特に中小企業は大量に生産できて大量販売できる、そういう大企業だけが値下げ競争に参加できるというふうに思います。ですからね、綿密に考えることで、まあしっかりとね利益を考えましょうということで、まあ今日はねプライシングの基本的な話で、簡単に値下げをしてはいけないというお話をしました。こうしたですね経営学の基本的なお話もしますし、ニュースになっていることのコメント、休業事例等々いろいろお話していきます。ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。今日もご清聴ありがとうございました。